はい、こんにちは。秋の現場こそブレフローレゾナの実況です。はい、というわけで追い課金をしてきました。いろいろですね、今ね攻略いろいろやっていってるんですけども、なんせまだまだちょっとねキャラの育成が追いつかないんですよ。もうすでにたくさんの方がですね高難度のダンジョンの方を攻略していってますので、僕はそこに追いつくべく、ガチャを回していこうと思います。では参りましょう。はい、でまあガチャに行く前にですけども、今現在の僕のキャラの状況ですけども、こうなってまして、メインで使ってるのはセフィア、フィーバ、ルキナ、ベスティ、エリシャとなっています。でまあリーダーは主にフィーバで言ってるんですけどね。で基本的にサブで使うのがねセフィアとルキナで、回復でエリシャで、ベスティさんは今育成途中という感じなんですけども、なぜフィーバがねまだね覚醒が3段階なんですよ。ね、4段階にしないとですねスフィアカードをねもう1枚装備できないんですよ。でそのためにもガチャでキャラも欲しいけれども、覚醒素材も欲しいという状態なんで、ガチャ回していこうと思うんですけれども、15,085個石があります。であと10回でもねユニット確定なんですよ、ここで。なので石の方はですね、優勝の石はですねこれから育成素材と買うのにね使いたいなと思ってますので、30連だけねサクッとね回していこうかなと思います。まあ1体確定なんでね、これでね。じゃあいきます。さあ来い。タッチスクリーン、ここの確定演出いろいろあるみたいですね。とりあえずキャラ1体は確定だけどね。ね、1体以上来てくれたらありがたい。あーでも何の演出もなかったな。これ厳しいやつですね。これは厳しいやつだな。とりあえずね、先ほど言ったように覚醒素材がね手に入ってほしいんですよね。それによって、キャラ今使ってるキャラたちをさらに伸ばしていきたいっていう方が結構本音です、うん、なのでガチャの本命は正直覚醒素材狩りなところはあります今はね。それによってちょっと戦いやすくしないと、本当今ねゲートの50回でね、完全に詰まってしまってるんで、なので頑張りたい、お願いします。あ、キャラ来た。まあ、これ1体確定ですよね。1体確定で何が来るかな。お、これは俺を呼び出した。あ、初だ、シオンさん来ました。あざます。というわけで闇属性のシオンさんが来てくれました。初ですね。で獲得条件達成なんで獲得していきましょう。でここで誰を獲得するか、で持ってないキャラをね獲得するのもいいんだけども、僕はここはですね今現在一押しで使っていますフィーバさんをですね獲得して、覚醒素材をゲットして、それで覚醒の段階を上げていこうと思います。あざます。素材に変換されます。あ、でもどうしようかな。フィーバーがいればもういいとぐらいには僕は思ってますんで、獲得しよう。あざます。よし。で、これでフィーバーのねソウルもらえましたんでいいとしまして、引き続きこちらの方を回していこうかな。ね、リリース記念召喚は9月30日まで限定なんですよね。だからあと1週間ほど、あと1週間で終わってしまうので、ここで、追いガチャを20連しておいて、でまた30連したらまたね1体確定ではもらえますのでね、ね早ことですね、あの覚醒10段階まで上げたいんですよね、正直言ってね。悩むな、悩むけどもね、覚醒素材を集めるためにあと20円リリース記念召喚で回しようかな。ノーマル召喚ね10回しか回してないから、どうせね。こっち行きます、お願いします。さあ来い、お願いします。もちろんだからキャラがね被ってくれる方が今は正直嬉しいね。今いるキャラたちをより強くしていくことの方がありがたい。でキャラが来るというね、でキャラが来る。さあからの、すごいこんなことってあるんだということで、あ、持ってなかった、リベラさん来ました。貴族生リベラさん来ました。からの覚醒素材、素材、素材、まあ素材だよね、素材だよね、まあ素材だよね、だよね、素材だね、素材が溜まっていくね。からの、からの、まだ素材だね、素材だね。じゃこれがだから1体あの確定分のやつだね。からあ、まさか速攻リベラさん、1回の10連でリベラさん2枚抜きということはあるんだね。ではもうあと10連いこうと思います、お願いします。でね、石を置いとかないとね、あの毎日ですね育成素材が買えるんですよね。あれがまだ優勝だったりするんで、それはそれで置いとこうと思います。さあ来い。からの、まだ最初は石だよね。ね、石が溜まるのがありがたいんだ。石が溜まるの今はありがたい。
スピリアの方にですね、かなりですね、もう素材の方、ね、がっつり入れてしまってたんで、そういった意味で、後から今だってね、フィーバーを、鍛えようと思っても結構素材不足だったんで、ね、だいぶその周回とかしてね、頑張ってたんだけど、もう我慢できないと思って、ガチャに踏み切りました。で、確定分のガチャ、キャラは、あ、ベスティーさん来ました。ベスティーさん来たのはありがたい。ベスティーは本当にね、役に立ちます、本当に。あ、まだある、まだあるぞ、これ。まだあるぞ。これはまだあるぞ。タップ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 。お、キャラに変わりました。からの、あ、エリシアさん来た。いいね、被ってるぞ、被るぞ、いいぞ、いいぞ。あざます。これはありがたい。ね、育成したやつがどんどん被ってくれましたんで、ちょっとね、育成もしていきましょう。はい。では、とりあえず、フィーバーを覚醒させちゃいましょう。この一発では覚醒できない、まだね。で、一気に行きますよ。一気に行くよ。ね。5まで行く。6まで行けないか。6まで行けないけども、これで、一気にしちゃおうか。ね。大成功待ってるぜ。お願いします。さあ来い。この覚醒5まで行くですね。はい。6まで行きたかったけど、ダメでしたね。で、この絵も覚醒いけるね。ベスティもいけるね。これで。4つ、4段階までいった。これはありがたい。ようやくだよ、ほんと。で、エリシアもこれ覚醒いけるね。いやー、4段階はいけないか。あ、A 奇跡が1個ある。ちょっともったいないか。A 奇跡ここで使うのは。ね、これやったら、ね、6にね、フィーバーの6に使った方がいいんで、これはちょっと我慢しよう。これで。はい。エリシアさん我慢。ここまでね。で、フィーバーを6にしちゃおう、これは。お願いします。いかんのか、足りんのかい。15で足りひんな。足りひんにやったら、足りひんにやったら、エリシアさんに使おう、やっぱり。エリシアさん使って4段階にしてあげましょう。あざっす。よしよし、これで4段階になったんでね、カードが。2個装備できるようになったんで、これかなり変わりますね。で、今回初引きのシオンさんね。闇属性なんで、闇属性パーティーとかね、そろそろ染めパーとかもね、組んでいきたいお年頃なので、ね、その辺もまた考えていこうと思います。あ、あとリベラさんもね、リベラさんも覚醒できますね。はい。ね、これ1個もらってますね。リベラさんも覚醒させちゃっときましょう。はい。ザッス。私は変わらなくちゃいけないの。はい。というわけで今日はガチャね、30連だけして、さらに、条件達成ですね、1体確定でフィーバさんをね、もらってですね、育成をしてみたんですけども、まあ、どうかな。うん、これでとりあえずもう少しですね、先に進めるかなと思いますんで、もう少しね、ダンジョンの攻略とかもね、また頑張ってやっていこうと思いますし、夜のライブとかでもね、よくブレイフローレゾナの話もしてますんで、よかったらね、23時間の定時ライブですね、ラスクラっていうゲームのね、定時ライブですけども、よかったらそちらにも遊びに来てもらえたらなと思います。で、もちろんね、ブレイフローレゾナのね、ライブもね、今後ね、やっていこうと思ってね、予定してるんですけども、なかなかね、ちょっとね、空き枠がなくてですね、こんな感じになってますが、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。ではまた。